高橋咲は、日本のフリーアナウンサー。RKB ミューズ所属。プロ野球、埼玉西武ライオンズ投手の高橋智を、己は実定。静岡県三島市出身。フェリス女学院大学卒業後の2004年、NHK 高知放送局に契約キャスターとして、入局。2年務めて、契約満了となり帰郷。フリーアナウンサーの共同組合。 社長に入り、地元のコミュニティ FM 局である FM 三島、神ミでパーソナリティなどをしていたが、2006年11月、契約アナウンサーを募集していた長崎国際テレビに、中途採用で入社。入社からちょうど4年経った2010年11月、福岡県福岡市在住の男性と結婚したことも、あり、長崎国際テレビを退職。福岡では後に、 RKB ミューズに人材登録し、その親会社 RKB 毎日放送のニュース番組を中心に、結婚式やイベントの司会業などで活動している。2013年1月、久々に更新したブログで、第一子妊娠と、それに伴う3月末での出産、育児に伴う一時休業入りを発表した。趣味は、料理、長風呂、ホームパーティー。 セーブライオンズ高橋智樹、さきチャンネル、高橋さき、2013年9月12日閲覧、2013年ご挨拶とご報告、さきチャンネル、高橋さき、2013年2月7日閲覧、ありがとうございます。